どうもー、日いずる国 TV のお時間です。今回は中国の習近平氏が国連の代表権が国民党から共産党に移って50年目の節目で演説した内容が大きすぎて見えないほどのブーメランになってる模様です。動画後半には今中国で起こってる第二の文化大革命ではないかと噂されてることについても触れてみましたので、じっくりとご覧くださいませ。中国の習近平国家主席は国連の代表権が中国の共産党政権に移って50年となるのを記念した会合で演説し、国連への貢献を強調する一方、国際ルールは一部の国やグループで決めることはできないと述べ、アメリカを念頭に同盟国や友好国と新たな枠組みを作る動きを牽制しました。国連の中国の代表権は、1971年10月25日に台湾の国民党政権から中国の共産党政権に移り、習近平国家主席は、それから50年となるのを記念して北京で開かれた会合で演説しました。この中で、習主席は、この50年間、中国は一貫して国連の権威と地位を守り、多国間主義を実践し、国連との協力は日ごとに進化していると述べました。その上で、これまでに国連の PKO、平和維持活動に、延べ5万人余りを派遣したことや、国連加盟国の分担金を世界で2番目に多く拠出していることなど、国連への貢献を強調しました。その一方で、習主席は、我々は、あらゆる形の、覇権主義や強権政治、単独主義や保護主義に断固反対しなければならない。国際ルールは、国連の193の加盟国が共同で制定できるものであり、一部の国やグループが決めることはできないと述べ、アメリカを、念頭に、同盟国や友好国と新たな枠組みを作る動きを牽制しました。との内容です。さあまずは、本日特大のおまゆ、いただきましたね。この記事で触れている国連について、国民党から共産党に移った経緯としてこんなことがありました。中国大陸を統治していた蒋介石率いる中国国民党以下国民党は、第二次世界大戦後に戦勝国として国連安保理常任理事国に選ばれますが、その後毛沢東率いる中国共産党との内戦に敗れ、台湾に亡命政権を樹立します。中国大陸を実効支配し、中華人民共和国以下中国の建国宣言を行った中国共産党と、台湾を中華民国とした国民党は長らく対立関係を続けますが、その争点の一つが、国連の常任理事国の権利はどちらにあるのか、という問題でした。中国が国連に中華民国の追放を最初に提起したのは1949年11月で、以後、この問題は中国代表権問題と呼ばれ、国連総会で長らく定義されては否決され続けます。この問題の転機となったのはベトナム戦争で、アメリカが北ベトナムとの停戦交渉を進める中、中国の協力が必要となったことで、中国が中国国民党から常任理事国を継承することに合意します。こうして、1971年10月25日、第26回国際連合総会において提出された決議が採択されます。この決議の共同提案国23カ国の中で、中国の友好国であったアルバニア人民共和国の名を取り、後にアルバニア決議と呼ばれるこの決議によって、国際連合における中国は権利を回復します。一方の国民党は、国連常任理事国の座を失うことになり、国連及び加盟する各専門機関から脱退を宣言するのです。さて、中国にとって歴史的な出来事である1971年の国連常任理事国復帰ですが、ちょうどその時期は
中国における文化大革命がまさに起きていた時期でもあります。1966年に始まった文化大革命は、表面上封建的な文化や資本主義を批判し、社会主義の創生を目指すという運動でしたが、実際はその数年前に行われていた大躍進政策の失敗で、中国中で数千万人もの人員を餓死に追い込んだ毛沢東が国家主席の座を劉少奇副主席に奪われたことに対抗するため、学生や大衆を組織して政敵を攻撃した暴動事件であり、中国共産党内部の権力闘争という側面があります。毛沢東に忠誠を誓う若者らは、毛沢東の言うがまま政敵に反革命のレッテルを貼って吊るし上げ、中国中で暴れ回ったことで寺院など貴重な文化財をことごとく失われ、中国全土が大混乱に陥りました。文革の結果、中国共産党は毛沢東個人崇拝の党になり、推定死者数は数百万人とも数千万人とも言われる死者を出した後、1976年にその毛沢東が死去すると、翌年には中国共産党によって終結宣言が出されます。このように1971年に国連の代表権が中国の共産党政権に移った時期は、同時に文化大革命によって中国全土が混乱に陥っていた時期とも重なり、その後の中国共産党の一党独裁体制や毛沢東崇拝といった今日の中国の元ともなった時期でもあります。いわば国連の常任理事国として強権を振るう外交面から見ても、独裁国家と揶揄される内政面から見ても、現在の中国を形作った時期から50年を迎えたという今回の記事ですが、そんなこの時期に文化大革命の再来といわれる不動産税の導入を中国が決定したのは、何の因果かと思わずにはいられません。中国が試験的に運用を決定した不動産税ですが、住宅や土地の所有者に対する新たな税制度で、課税対象から農村の住宅などは除外されるなど、対象は投機目的での不動産投資などに適用され運用されるとのことです。これは中国国内で過熱する不動産投資を抑制する目的があるためで、不動産価格の乱高下と富裕層と貧困層との格差が広がった国民の不満を解消するためにも、富裕層への課税を強化したい習近平直々に進める政策となります。こうして狙い撃ちにされた格好の富裕層にとっては、文化大革命で狙い撃ちにされた毛沢東の政敵たちと同様、ある種国民への見せしめやガス抜きに使われたと言える事態で、今回の課税に戦々恐々としていると言います。自身の思想を教科書に載せるなど、毛沢東の再来とも言われる習近平ですが、近年は急激な二酸化炭素排出政策への転換により、火力発電所の停止などで国内のエネルギー不足を招いたり、国内の外資企業への締め付けや IT 分野での規制など、文化大革命時の毛沢東を彷彿とさせる政策を進めています。大躍進政策の失敗や文化大革命で中国を大混乱に陥れた毛沢東ですが、習近平自身も文化大革命時には何度も投獄されるなど、ある種被害を被った側の人物でもあります。そんな習近平が進める数々の政策は、第二の文化大革命になるのか、それとも全く新しい中国に生まれ変わるために必要なことなのか、予断を許さない時期が続きそうです。また今回のネット上の声は、ほぼ全てが全部自分のこと言ってるだけやん、というコメントばかりだったので、割愛します。ではまた次回にお会いしましょう。以上、これを、チョークじゃなくマジで言えるところが、ある意味、尊敬、できるかっちゅうの。